発見、ツイッター探偵団,探偵団今話題のツイッターをピックアップして、ご紹介いたします。ツイートしたご本人に、先行証しちゃう、体当たり、書く、です。はい、えー、二月十五日、水曜日、二十二時となりました。えー、視聴者の皆さん本日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。本日も、お相手は、中野議会議員、吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。 そして MC はいつもの長尾隆前衆議院議員です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、あのいつもの吉田浩一郎さんです。いつもの長尾隆さんですと、はいえー、いつもがちょっと続くと虚しくない？え、そうなんです？<laughs> い,やいやいやいや、あ <laughs> のもうどのぐらいになりますか？これやり始めて二人でえっと半年以上絶対経ってますよね。 いやもっとでしょうもっと1年経ちますかね。前のちょっと違う企画がありましたよね。ありました、ありました。なん <laughs>、えー、とかニュース。はい,はいはいはい。なんだっけい。いろんなところでねご一緒してますから。前のやつはなんだっけな。前のやつは。えーと。前そ,うそうそうそう。<laughs> 視聴者の皆さん、僕と吉田晃次郎議員の最初の関係ってし知らないでしょ。 いやほとんどの方はもちろんご存じないんじゃないですかね。言ったことないしね。番組では言ったことないですね。ね怪しい関係ではありませんから。ありません、ありません、ありません。はい、<laughs> でも、公明正大の関係です。15、6年になるよね。多分あると思います。僕が、まあ、都議の結構最初の頃ですよね。はい、そうですよね。まあはい、とあるね、あのー、塊があって、そこで、 その吉田議員とね、あのはい、初めてお会いしたのが最初ですよね。そうですねと、<で>当時、2人とも民主党だったんですよね。それで2人とも民主党の中で一番まあ保守的な活動をしていて、うんあのあ、民主党なのにこんな人がいるって、僕も思ってましたし、先生も思ってたんじゃない,ですか <laughs> いや、思ってましたよ。 まあ、いわゆるあのこう、ちょっとあの珍,し珍しがられって言ったという,そう、ね、そうですよね,ね、えー、こいつら、あのなんであの民主党にいるのっていうね、<laughs> そういう、そう、<laughs> コメント欄もね、ヒロさん、民主党の保守派どうし、いろいろコメントをいただいてますんで。えー まあこうしてね、あの番組をご一緒できるというのは、本当これもご縁で,、ねえー、ですよね、だって、はい、僕らで望んだ話じゃないんでね、そうですね結果、そうですあの合ってよかったと僕は思ってますけど、ねえー、やっぱりい,いろんなところでねおあの、お目にかかってきたんで、まあ、こういうふうにもなるのかなっていうふうにも思いましね。 ま,あまた、おいおい、どこで知り合ったかっていうのは、お披露目をどこかでするということで、はい、え決してあの変なところで知り合ってませんから、<laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> はいえそれではあの本日のお品書きということで、スタッフさん、よろしくお願いします、一般公開ライブ、22時40分までは、日銀新総裁とアベノミクス、そして秋元議員にさらなる疑い。 えー、そして小池都知事が暴走中、どう暴走したんですかね。えー、今日の三浦さんも 僕ら並みにレギュラー支援をされてらっしゃいますよね、三浦さん。ね、そして22時40分からは月額390円でメンバーシップライブを行います安倍元総理暗殺事件、そしてチャット質問コーナーということで、すべての、ね、チャットをちょっとあの拾えませんが、ぜ、え、ひ、ー、とも皆さんご協力をいただければと思います。 はいえー、それではスタッフさん、えー、一番参りましょうか、18日、えー、日韓外相会談へということで、日韓外相が会談へ、今さら何を日本に求めるかという、 極めて短い、冷淡な、そして的確かつ簡潔なツイッターが高橋洋一さんからされましたが、まあ、まずはこちら、一言どうぞ、はい、韓国というのはこういう国なので、ということをちゃんと理解しなければいけなくて、これは裏返してです、ね、それに応じる日本側が何を今さら韓国に求めるのか。 まあこういう問題意識をきちんと日本側が持つと、間違いずに済むと思いますね。いや本当そうですよねだけどこれ、完全に安倍・菅路線を逸脱してますよね、そう思いませんか逸脱してますね、あの安倍・安倍菅路線はまあそれでも、なんていうかな、紳士的な、ね、戦略的放置っていう。 あのあ非常に甘やかしたあの態度を取っていましたけど、それでも、まあ、にじり終わらないだけですね、あの日本の国益を、まあ、そ損なう、えー、可能性を最小限に抑えていたわけですが、いやもう、まあ、それを放棄したわけですから、完全に安倍・菅路線からの、まあ、脱線、ちょっと雑談だけど、吉崎さは韓国って何回ぐらい行ったことあります えっと、2回ですかね。2回議,議員として、何,何にったあの東京都と、えー、ソウル市が、私が決めたことではありませんが、友好都市だかなんですよ。はいはい、で、その、えー、まあ議員の,あの交流みたいなのがあってですね、あの行きました、ソウル市と。あなるほど。じゃあ、こうもってことですね。そうです ちょっとねなのななあの、短く言いますけど、僕はね、初め、行くこと拒否したんですよああ。ああ、はいはいはい。ああ<で>ちゃんとやってそれで、条件をつけたんです。あのまあ別に、問題を起こすなみたいなこと絶対言うなよと。あのうん、で、あの向こうが、ねうん、向こうが、あの竹島、毒とは自分のものだって言ってもあの、我慢してるなんて言うんだったら絶対行かないからと。 竹島日本の問題で、もう殴り合いになってもいいかですからねっていうふうに言って、分かった、はいあ、じゃあ、吉田の側から言い出さなければ、はい、向こうから言い出したときに反論するのは、はい、構いませんという約束を取り付けて,てい、はあ,、はい、あ向こうが言ってきたから、反論するのは構わないと。はい、こちらから、あれ、やめてくれとでれで。向こうに言わせないから といいう言い方はしなかったわけだ、ね、しなかったですね。はい、ああ、なるほどね。あえ、その時のあの自民党の幹事長って小磯さんえっとね、日韓議連なんで、あ、か幹事長はかいやあの、小磯さんじゃなくて、えー、その時誰だったっけな、あのもっとあのなんとかのドンっていう方、なんだっけ、小池さんと喧嘩してた人、あのもう、い、えー、たときな、はいはい。 なんかそういうい方々が自民党は、まあ、あのすみませんあの、視聴者の皆さん、あのあの台本なく喋ってますんで、はい、<laughs> そうねそううだけど、やっぱりね、ここで、ね、大事なのはあの、日韓議連で行くからといって、韓国どっぷりじゃないという話ですよね。そ,そういうことですよね。そうですねはいあ だからねあの、まあ議、議連で言ったんでもないんですよ。うん、議あご,めごめん、ごめん、議連ではない、ね。議連入ってませんでしたから、はい。はい、<で>議連じゃなくて、でなんかね、例えば吉田議員なり、あの私なりがね、えー、日韓、あるいは日中、うんぬんかんぬんで、えー、例えば参加していたということでもね、 あえて渦中の国を拾うるではないけれども、反論を言える場面があるなら、これは参加しないといけないですよね、そう思いませんそうですね、あの他の人が黙ってても、<え>私はもう公然と反論しますよと、うん、はいだからこういう見方をね視聴者の皆さんもしてくださるとありがたいなと思います。というのは、日韓議連とか日中議連。 まあ今僕はあの国会議員の議連の話をしてますけれども、この中にもね、日韓議連に所属していても、反韓国、日中議連に所属していても、反中国、という人たちも中にはいますので、でも、僕はそうですというふうに手を挙げて、議連に入る人間はおりませんので、この辺はね、やっぱり、 あのスパイ防止法のないような日本で、えー、ありますからスパイっていうのは大体敵を欺く前に味方を欺くというようなところでのね、まあ、ちょっとこうそういうその戦略的なことを多少鑑みた上でのね あのお見守りの仕方をしていただけるとちょっとありがたいなあとあの思います。えー、まちょっとあの話が長くなってしまいました。じゃあ次参りましょう。はいえー、それでは5番参りましょう。秋元議員にさらなる疑い、えー。トータルニュースワードのツイッターです。もうドア,アップで秋元議員ねもう超有名人ですね。いつもバックがオレンジ色で現れますが。うん、河野太郎側近。 再エネ議連事務局長の秋元正俊議員、今度は初級予報違反の疑い、これまで原発なんてクソみたいなもの発言、風力発電業者から献金、虚偽答弁、違法建築疑惑と物議ということなんですが、これの元記事をちょっと読んでみますとね、トータルニュースワールドで、 これ、あれなんですか秘書給与疑惑があったんですね。ええー。まあちょっと、あの、議員と秘書との間っていうのは、まあいろんな関係がありますんでね。まあ昔はね、なんか、あの、議員の周辺で問題があれば、秘書がやったことっていうような、えぇ、ー、提携文がありましたけども、今は決してそうじゃなくて、 秘書がいつでも議員をさせると。こういう時代になっている中で、ちょっとこの週刊文春が、あまあ、秋元外務大臣政務官のことについて、えー、施設秘書の給与を政策秘書に肩代,わさ肩代わりさせる。これは昔、辻元清美さんをはじめとする旧民主党の 私と吉田議員が所属していた旧民主党のやり口に非常に似ていると思うんですが、えー、この件、ちょっとコメントいただけますかそうですね、これ、完全、あのー、認定されれば、完全にアウトで、ね,アウトだよね多分アウトだと認定されるんじゃないですか、これ、あのこの私設秘書になる人がそのその、えー、公設秘書さんのためだけの仕事をしていた。 のであればまだ分かりませんが、これは議員のための仕事をしていた部分があれば、ですねアウトでしょうね、だからこれか、このかこの方はアウトだとなる可能性が極めて高いのではないかと、私なんかはこの記事から理解しますただ秋元議員はね、多分ね、当時の民主党政権、民主党政権前か、あー辻元さんの件であるとか、あと、あの、 吉田議員あの山本ジョージさんって覚えてる？はいはいはいね視聴者の皆さん山本ジョージさんって分かりますかね <laughs> ここで一緒に死ねたらいいとのあの山本ジョ,ジ,ジョージさんじゃなくて山本ジョージさんっていう衆議院議員がいらっしゃったんですよ実はあの僕山本ジョージさんとは同級生で <laughs> で、彼は、あの、早稲田大学を卒業して、毎日新聞に勤めて、民主党の、菅直人事務所に、えーえー、毎日新聞を辞めて就職をして、で、その時にやって、事務所がやっていたことを、そのまま自分が議員になって、それをやったら、 自分だけが捕まってしまって、実刑1年6ヶ月、えー、キ木あの刑務所に、ね、行ってねで、その時に経験したことを書いた、あ極早期という、えーまあ、本がね、本当にあの社会問題を映し出したということで、大変な注目を浴びたんですけれども。 秋元議員は多分当時の初給与から献金をする、あるいは施設秘書の給料に充当するっていうことが、これほど大きな問題であ,るあったってこと、多分知らないんじゃないですかね。多分そうとしか考えられないですよね。どうですかいやいや、っていうか、知らなきゃいけないこと、知らないわけですから。<laughs> <laughs> そうね、立法する人が まあその自分の,そのまあ周りでまあそのコンプライアンスを守る、自分に関わるあの法律についてきちんと勉強しておかないで、議員をやろうなんていうのは、やっぱりこういうことが起きてしまうまあ当たり前のことですよね。あのその事件を知ってるか知らないかといえば、この人がもし知らないとしても、そんなことは理由にならないというか、ちゃんとあの法,法律に関する理解を深めましょうと。 あの選挙の法律で買収しちゃいけないって知らなかったから買収しちゃいましたって言って、誰もそうですかってならないのと同じです <laughs>、ね、<laughs> いや、ちょっと軽い話してしまうと、その、まあ、軽い話っていうのはちょっと語弊がありますけど、辻元清美さんが同じことをやっていて、議員辞職で済んだ、しかし、山本譲二衆議院議員が同じことをやって、 ていたのに。山本。元衆議院議員は。実刑ですよ。この違いは何なのか。っていうことは。もういまだに。闇ですよね。あの時そう思いませんでした。いや、日本という国は。まあ、左翼に優しい国ですよね。ねえ。うん、マスコミだって。あの辻元さんの時は絶対に。その。ちょっとだけ。 アリバイ的に報じるけど、まあ、その例えばワイドショーで朝から晩まで吊るし上げたりしないで、あのええ、でもこそんなことあったけど、この人はいい人みたいな報道しかしないみたいなね、あのうん、そういう日本のテレビとか新聞ってそうじゃないですか、うん、まあヘドが出るっていう話ですね本当そうですよね。はい、じゃあ、次いきましょうか。ええはい えと質問はえ今来てるのかなえっと、チャット欄でもし質問がありましたらよろしくお願いいたします。えー、22時40分からということで、今のところまだあ質問は来ていませんね。はい。まあちょっと進めさせていただきます。はい、えっと、それでは11番いきましょう。 えと今までは LGBT 法案関連法について議論しましたけれども、今度は同性婚、共同通信のツイッターですね、岸田文雄首相は15日の予算,予算委員会で、同性婚、LGBT を含む性的少数者の理解増進法を図る法案、選択的夫婦別姓に関する議論の無期限設定に難色を あ、期限設定に難色しました。いつまでに結論を出せという課題ではないと答えると強調しましたということなんですけど、ちょっとこれ僕も前後のやりとりを聞いていないんですけども、この同性婚問題と、えー、LGBT 問題ってのは違いますよね。どうですか まあ隣接する問題ではあるんでしょうけど、うん、違う問題でもありますよねちょっとここはね、またあの今後いろいろ出てくると思いますんで。ええ